フィリップ・ブガルスキーは、フランス出身の元ラリードライバーである。ターマックラリーを得意とし、世界ラリー選手権で2度の優勝経験を持つ。1982年に、ラリー参戦を始め、1984年には、ゴルフ事件で WRC ラリーモンテカルロに、出場した。そのゴルのゴターボで、フランスラリー選手権を戦い始めた。それからは、 ルノーチームでラリー参戦を続けていたが、1992年と1993年にはランチアチームに移籍し、デルタ HF ・インテグラーレをドライブした。1992年は WRC にスポット参戦し、地元、フランスで行われるツールドコルスで3位表彰台に立ち、モンテカルロやグラベルイベントのフィンランドでもポイントを獲得している。 1993年には再び、フランスラリー選手権に戻るも、1994年からは、ルノーチームから、クリオマキシやメガーヌマキシなどで参戦し複数の勝利を記録した。この間も WRC、モンテカルロやツール・ド・コルスに、スポット参戦を続け、1995年と1997年には、入賞している。 シトロエン・クサラ T41998 年からは、シトロエンのラリーチームに移り、チームメイトのヘサス・ピュラスと共にクサラキットカーで、WRC のターマックイベントに参戦を始めた。クサラキットカーは、前輪駆動ながら軽い車重を生かし、ターマックイベントでは、グループ A や、ワールドラリーカー規定の車両と同等のスピードを見せ、1999年には、 カタルニアとツールド・コルスで優勝を果たした。並行して参戦を続けていたフランスラリー選手権では、クサラ・キットカーやクサラ・ T4 を借り、1998年から2000年までの3年連続でチャンピオンを獲得した。その後もシュトロエンのエースとして WRC に参戦を続け、2001年からはクサラ・ WRC でターマックイベントの他、 グラベルイベントにも数戦出場した。ターマックでは毎回優勝争いに絡む走りを見せるも結果になかなか結びつかず、2002年のカタルニアで3位表彰台を得た以外はリタイアやイフィニッシュが続いた。ラフグラベルの2001年アクロポリスでは6位入賞を得ている。WRC 以外のイベントでは、 翌年からの WRC 開催を控えていた2001年のラリードイチランドにおいてマーカス・グロンホルムやフランソワ・デル・クールなどの WRC レギュラードライバーを抑えて優勝している2003年をもってプロのラリードライバーから引退しその後はシトロエンのテストドライバーとして C4WRC や DS3WRC の開発において 重要な役割を果たした。2012年8月10日、自宅での落下事故による負傷により死去。49歳遺没。ありがとうございます。